滋賀、福井、京都、兵庫、島根、鳥取、岡山、和歌山、奈良と回った南国育ち10番勝負。現在までの成績は4勝5敗のマイナス67,800円。なんとしてもあと1勝して五分に、そして収支はプラスに持ち込みたいところ。というわけでいよいよ今回は10番勝負最後の戦いである、そのラスボスは三重県、それも大晦日恒例のオールナイト年越しスロで勝負なのだ。三重県オールナイト年越しスロとはご存知の方も多いと思いますが、伊勢神宮への初詣参拝者にトイレを提供するために各ホールが大晦日から翌元旦にかけ徹夜営業する年に一度のビッグイベントなのである。でもイベントといってもこのイベントはね、地元民だけでなく今や全国から人が押し寄せる上、30時間以上、中には40時間に及ぶ長時間営業である。普通に考えるとまずこう設定は期待できないよな。はっきり言ってこの年越しスロは勝てるイベントではないのだ。僕も過去に3度挑戦しているが1勝2敗のマイナス18,500円と負けているのだ。三重のオールナイトスロでですか？いや、俺も本当は前回行けなかった九州に行きたかったんだけどさ、年末進行だのなんだかんだで忙しくてさ、とてもじゃないけど遠出や長旅は無理だったしね。とはいえ年内には十番勝負も蹴りつけたいしね。それにやっぱラスボスは手強い相手じゃないとね。まあちょっと手強すぎる相手かもしれないけど、でも全く勝てない相手だとも思ってないしさ。30時間を超す長時間営業だからこそできる立ち回りだってあると思うんだよね。え？まあ低設定ばかりだとしても天井に近い台や単発後狙いばかりしてれば30時間もあればなんとかなるような気もするしさ。なんとかならない場合も十分あるけど、とにかくもう南国育ち10番勝負はここ三重県にかけるしかないんだよね。というわけだから大晦日三重で待ってるからね。え、俺も行くんですか？もちろん。いやー、俺はもう前回で懲りましたから、眠いし設定入ってないし。何言ってるの、まだ若いのに。それに君、前回確か勝ってなかった？え、まあ1万ほど でもな。というわけで12月30日オールナイト前日、仕事を終えた僕は三重に向かった。三重は岐阜のすぐお隣、当日入りも可能だが今回は何が何でも負けるわけにはいかない、偵察そして朝一から打てるようにの前日入りである。オールナイトスロは三重県全域で行われるが、今回は県内で一番ホール数の多い四日市市とその周辺の町を攻めてみようと思う。よし、まずはここから。南国設置点はネットで調査済みだけど、客付きや出玉感は実際に見てみないとね。年末できっと閉めてんのかと思ったけど、思ったよりも出てるな。ちょっと残念だったのが、南国育ちよりも他の沖スロの方が設置が多く人気もある感じであった。そしてやはり目立ったのがオールナイトスロの告知である。大晦日以外にも年末年始は深夜1時まで営業を延長しているホールが結構ありました。ちなみに普段は9時から23時までである。いやー、さすが三重って感じだな。三重県には大手チェーンの進出が相次ぎ、ホール間の競争が実に激しいところなのである。新規店がオープンしようもんなら周りの店がこぞって迎撃イベントを開催するのだ。はい、マルバスさんは本日6時オープンですが、当店は朝9時から設定56イベント開催中です。絶対に損はさせません。明日も出玉で争ってくれるといいんだけどな。そして大晦日当日朝8時過ぎ、ホテルをチェックアウト。
まず最初に向かったホールは四日市市のお隣、いなべ市に最近グランドオープンしたばかりの 5.5 枚店。9時10分前到着。しかし、まさかこんなに並ぶとは。大丈夫かな。すると案の定、台が取れなかった。南国20台もあんのに、何のために前日入りしたんだか。とほほん。いやー、朝一から本当にすごい人だった。パチンココーナーも年配のお客を中心に大混雑。南国育ちにやっと空きが出たのは1時間後のことであった。どれどれ、これじゃあなんともな。まあとにかく打ってみるか。ということで南国育ち10番勝負最終戦の火蓋は切られたのであった。投資 4K でビッグ。その後1回飛ぶ3連も飲まれた。30時間腰据える台じゃないよな。ということでやめ。しかし他にも打てそうな空き台もなく、やっぱ C 店だったかな。店移動。 C 店はグランドオープンしたばかりの A 店にかなり対抗意識を燃やしてる感じの店で、昨日の偵察でも設定にメリハリ感があり期待できそうな店だったのだが、ただ南国育ちの設置台が7台と A 店に比べ控えめだったため A 店を先にしただけなのだ。15時 C 店到着。やっぱこっちの店だったか。空き台は、お、これならまだ高設定の可能性は残されている。ほほほ。